第2会場は精神流依頼術に変わりまして戸田派武甲流なぎなた術、なぎなた術中村良一先生ほかご一門のご利用でございます。的には花が添えられております。これはちょっと不思議な言われがございます。一つの頃的を戸田派武甲流なぎなた術、越前福井の戦国大名朝倉義景に仕えた戸田正源を流祖とする古い流派である。この流派の流れは関東では埼玉県寄居の八方城主北条氏国大福御前によって伝えられました。下って大正時代に入り村上秀子が神田に秋水館という道場を開きました。その後一旦鈴代先生に受け継がれ、現在中村陽一先生に受け継がれております。戸田派武甲流は甲冑武術であります。防備の薄い部分をなぎ上げ突き上げたり、石突きを有効に使うため手のかより足さばきにも厳しい。古流の中では珍しい相なぎなたがあります。これが武甲流の基本であります。他に太刀、槍、鎖鎌、なぎなたで対峙する技があります。独特の武器としては鍵付きなぎなたがあります。手を上げて知らせる名古屋矢を拾って帰りに手に下げられる帰りの勝利、中央の櫓には鎌などが入っております。さてこれから的をいよいよ狙ってまいります。矢を射ることを奉納するという意味で奉射と申します。持っている弓、遠くから見ると縞模様に見えますが、これは藤鶴を巻いたもので、弓刀の弓と申します。巻いてある弓刀のこの藤の白い部分の数で位が分かります。この白い部分、層の部分が多い方が位の高い方となります。やぶさめで使う矢は頬の木でできているかぶら矢を使います。畑のかぶ、かぶらに形が似ていることからこのかぶら矢と言われていると思います。かぶら矢には針股という鉄の矢尻のついたかぶら矢とつかないかぶら矢がございます。夏の夜市が屋島の合戦で扇の的を射落とした時や合戦の始めに使われるのもこのかぶら矢です。飛ぶ時にヒューッと音がしますが、やぶさめでは神の頭と書いて。第一会場は大東流愛知術、近藤克明先生御門下の演出でございました。神事は血が出ることを忌む習わしがあるため、大統領に続きましてのご演舞は柳生新眼流太術、笠塚康先生ほか顧問ご一門のご演舞でございます。携帯電話に押されたいという方、フラッシュは絶対にお使いになりませんよう。第1会場柳生新眼流太術、ご理解とご協力のほどお願いいたします。は柔術、天術、棒術、なぎなた術、居合術を総称したものであります。柔とは有名な荒木正代、高祖に柳生中世に年をいただいております。さてまずは一の国七年の国が的を狙ってまいります。数の声を長くして番号に表すことであります。上手な方、位の中に全身一体の工場を張り、居合術の苦前、一国に太郎を持って、もう一度来ております。
排水道の上島堀江海佐も生前の折当時を並んでおられました。また中央の矢倉の塔と吉田地の的的中央の矢倉の塔と吉田地の的的中感動の宮崎春之沼は天下一の的、二の的的中でございました。ご観覧の方から自分があっという間だという声が出ておりますが、こちら時代の馬と違って現代の馬は非常に大変なようございます。続いて本日の観光を務めておりますのは宮崎晴之先生、馬は天才でございました。さあ続いては田中重則にて馬は飛鳥でございます。扇が返ります。この飛鳥も元はストリングブリーズという競走馬でございました。スピードが速く、そしてコントロールが ご観覧の皆さんが息を抜いて見守っている雰囲気が放送席にも伝わってまいります。この森から私の家族をつけた伊手と馬が見えました。美しいものでございます。馬に乗るというと上下動する姿を思い浮かべられると思いますが、武田流騎馬道は立ちつかしという腰を浮かして乗る乗り方で、上下動しない馬上の姿が美しいものになります。この武田流騎馬道、馬上の姿勢の美しさにもぜひご注目ください。黒沢明監督も武田流のこの馬上の姿勢を深に惚れ込んで、黒沢映画に何本も全部司は出演しております。